な降り始めました、また寒波、寒波第2波が来たそうです。今回は全国的に寒波らしいです、ね、今のとこ私氷点下3、12月1日の一発目の寒波の時ですら最低気温が氷点下1度でした。確かずっと1ですね。氷点下2なんてないですよ。1、氷点下1でした。で、今日何日だ、今日15かな、12月14日の、大寒波第2波のあれですけども、今氷点下3とか4とかになっておりますので、かなりの寒気団が来ているということです。で、雪質はボソボソですね。粉なんだけどもダマですね。ダマになる、ダマのような、登れねえやつね、登れねえんだこれ、あれどうしたんですかこれ、何やったんですか、ですけども、今日朝通勤時はシャーベット、もうギジャギジャの水多めの、シャーベット雪質で、水多めのシャーベット状で圧雪、超圧雪なので、で気温がその当時まだプラスでした、プラス2とか3とかでした。でもしその状態から氷点下になると、アイスリンク、スケートリンクになると言いました。で今現在は氷点下3度ですね。でこういう、断続的に山谷山ですね。なので先ほど多分坂を登れない車がいる、登れないというか勢いつけたかった、とにかくヘンテコな渋滞となっております。一台変な車、変なタイヤをつけた車がいると、そういうことになります。なんかよくわからん渋滞が発生すると。今現在この辺はそこスムーズに流れております。また皆さん、車間距離を空けております。やはり、慣れたドライバーは、今朝の道路状況を知っているので、例えばこの辺ですね、おそらくこれブレーキ踏んで切ってグリップすればいいんだけども、あ、これ大丈夫ですね。このギザギザ、今なんか細かい振動をしてますけども、この状態だとスリップはないんだけど、要はこれ細かいギザギザの氷なんですけども、おっと滑った。今ちょっと前の車が右折したので加速しました。坂道行ったら、車が右にスライドしました。で VC 作動しました。そういう状況です。前の車が、藪に突っ込んでおりますね。これはやっぱり、信号マジ赤で青信号になると走り出しのスリップが怖いんでしょう。なので、藪にタイヤ片方を突っ込んでクラクションを得たいという考えは分かります。今のこの路面の真ん中だと下が雪積もってるんだけども、氷かもしれない。クラクションコントロールね、車は危ないですよ。で、ここだよね、下の方、平野部っていうかな、この辺は雪、ワニの方雪が多いけど、大丈夫ですね、大丈夫だよね、全然問題ない。全然問題ないけども、今、
車立ちというか車を走っている路面下黒くなっております。これが怖いんです、怖いんですよ。でうちら輸入の人はこれがもしかしたら凍ってるかもしれないという想定で走ります。これ水がなければ氷がなければいいんだけど、もし下が凍ってると事故ります。今車はスライドした、おっと、ね、やっぱ下凍ってるわ今下凍ってる、止まんなかったもん、この低速で止まんなかった、前の車につられて、やっぱ下凍ってるわ、時間区切り開けましょう。今というわけで今、急な氷点下になったので、急に氷点下したので、路面が雪は少ないんですけども、ノロノロ運転となっています。そこで調子こいて飛ばすと、事故ります。まあ5時半ですけども、車の通行量が少ないですね。これは何でしょう、車交差点人につけてるんだとかいう気がする。街中やべんだべかな、やべんじゃねえ、たった10キロからブレーキを、じゃあたった15、20キロぐらいからブレーキをスッて踏んでもお尻振るという状況が続いております。曲がります。